Hey guys, my name is わさもん。 Nice to meet you. 改めまして、推しが優しの男わさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を出しておりますので、もしよろしければ、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、見える子ちゃん。最終回第12話、見える子ちゃんです。秋アニメですね。ワンクールだったということで、最終回になります。怖かった。ということで、前回のおさらい第11話が何話ぐらいだったかな、3話か4話ぐらいで初めて登場して、でまた第8話のケツから、第9話からこう産休中の先生の代わりに、入ってきた東野善だったかな、名前。そう東野善ね。あの先生がね、なんか最初はやべえやつだろうっていうことだったんですけど、前回の話で分かったのはお母さんがやばくて、でもう何だったっけな、その拾ってきた猫をね処分したわよっつって、トラウマになるよなっていうのと、ねそのね、猫に対してはね、ちょっと愛情が強めっていうのがあって、で巫女からは誤解があったんですけど、それもなくね、トラックにひかれそうな猫を助けるっていうぐらいにはいい人だったということが分かりましたっていうところで終わっておりますね。最終回何をどうするんだろうっていう感じですけど、タイトル回収にはなってるんで、最後になんか出んのかな。3回目がもう発動されたしね、多分巫女のやつもどうなるかは分かりませんが、もう最終回見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。でツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。怖い。提供から、どういうこと、提供からになってる、ちょっと状況が分かんないけど提供からになってる。D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。提供から、なんだこれ、もう本編。そう、お母さんだったんだ、これが。そう、これがもう3回目にカウントされるから、どうなる。これで先生についてる大元のやつは、いないから、なんか見えてんじゃん。善って呼んでるし、おう、お母さん。わお。ほう。
なんか全部母音で喋ってね、まあいいやみたいなのは分かったけど、怖かったよな。見えてないんだ先生。お母さんのあれだもんな。どっちだ。先生見えとんじゃない。見えとらんのか。かもね。1週間後もかもか、
マジで同じこと言ってる。勘ぐるよね。ほう。ほう。うわー、すげえ言うやん。すげえ言うやん。まあでも言えるようにはなったし。ポップコーンない。新宿じゃん。近場のトロル見とるやん。ゴッドマザーは全てを。どこ？おう。不気味じゃん。誰？こいつだったんや。ちょっと待って先生、違う、そうじゃない。スタンガンをちょっと違う、ちょっとやりすぎじゃない？こいつじゃん。田中野次郎。アイキャッチ。早いな。B パート。ハイライトが入っとるやん。
喋んの？なんで？どこに？なんで？神じゃない。行った方がいいよね。よう言ったな、また。三、巫女や神社。BGM がいる。まあそうなるよね。いるに。めっちゃあるじゃん。おる。切れてない。おさい銭よな。なんかやばない。なんで？なんで？何？なんでこんなにいんの？めっちゃおるやん。めっちゃ来たやん。え？え？
なんで？やべえよあれ。お父さん。あれ、相変わらず見えるやん。懐かしいな。この流れは。あれ、終わりか。なんか C パートあるな。マジか、名前覚えられたし。ロッカーだ。ちゃんと走ってんな。はい。あ。
い怖い怖い。何何。提供も伏線に使っとったん。そういうこと。めちゃくちゃ怖かったん。いや、あの提供はビビるやろ。あれ本編の方に組み込んどったんや。打鍵できたんか。ああ、角川打鍵があれか、提供を角川にしてやっとったっていうことや。いや、うまいことやったな。怖かったけど、でもなんか思ったよりだったな。最後のあの葉っぱ落ちて足音でドンってなったところぐらいじゃないかな。まあでもなんかこう2期とかはありそうな感じだけど、原作を知ってる方はどうなんですかね。2期あるんですか、これは。続きどういう風に持っていくんだろう。まあ、2期あったら また見ようかなって感じで。怖かったな。まあでも全12話ね、無事終わりましたんで、これでみえろこちゃん全12話終わりです。いや、よかったよかったよかった。皆さんどうでした、怖かったですか。僕は怖いやつが何本かありました。はい、ということでね、もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。概要欄の方にももろもろリンク貼っておりますので、そちらのチェックをよろしくお願いします。はい、ということで、みえるこちゃん全12話ですね、最終回第12話、みえるこちゃんでした。ありがとうございました。ならね。